2月6日、湯の丸スキー場にやってまいりました。天気は快晴です。お待たせいたしました。はい、GoPro を落としたお父さんでした。まだまだ日本には親切な人が多いね。よかったね、拾ってくれた人がいて。どこにあったんだろうね。すっごい混んでおります。来た？
スノーボードで来ております。危ないです。なんか言ってるぞ。なんか前の板が上がっちゃうな。おしまい。